小玉列車。小玉は、東海旅客鉄道、JR 東海東海道新幹線の東京駅から、新大阪駅間、及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽新幹線の新大阪駅、博多駅間で運転されている特別急行列車の愛称である。列車の案内表示では、青色が用いられることがある。本港では、東海道新幹線開業以前に、 日本国有鉄道、国鉄が東京駅大阪駅、神戸駅間を東海道本線経由で運行していた国鉄初の電車特急列車についても記述する。東海道、山陽新幹線の各駅に停車する列車。停車駅は東海道新幹線駅一覧、山陽新幹線駅一覧を参照。新幹線の小玉は1964年。 昭和39年10月1日に東海道新幹線が開通した当初から速達タイプの光に対して始発駅から終着駅まで全ての駅に停車する列車として運行を開始した。もともと児玉は東海道本線を走行するビジネス特急として親しまれていた列車であり、詳細は工術、名称とともにその役割を継承したものである。 1972年、昭和47年3月15日の山陽新幹線岡山開業。1975年、昭和50年3月10日の山陽新幹線、博多駅延伸で運行区間を伸ばしていくが、光や、その後運行を開始した、のぞみが全区を走行する列車として運転されたのに、対し、小玉は当初より近距離の都市間輸送や、のぞみ、 光との乗り継ぎ輸送が主な役割と位置づけられており、岡山延伸以降は廃止系統でも静岡岡山間、名古屋広島間などの区間運転が主体で全区間を運行する列車はない。近年は東海道新幹線で輸送力確保と座席数統一のために16両編成を用いるのにし、山陽新幹線では6両8両の短縮編成を 主に用いていることもあって、新大阪駅を越える列車は運行されておらず、東京発の列車は基本的に東京から名古屋、東京から新大阪しかない。ほとんどの駅で望みや光を退避するため、所要時間は目的地によって異なるが通常より多くかかる。例として、東京から新大阪間の日中の所要時間は4時間4分、2014年3月の ダイヤ改正現在であるが、同区間を早朝及び夜間に走る、無退避列車の所要時間の合計が、約3時間30分であり、運転時間のうち、約30分強が退避のための停車時間に割り当てられていることとなる。また、運行開始当時より、光、望み用車両を車両基地もより駅、三島駅など、へ改装させる列車を、 小玉として運行している事例もあるほか、新幹線通勤対策で朝晩を中心に、拠点駅ではない途中駅、静岡駅、浜松駅、福山駅、新山口駅、新下関駅など始発、終着となる列車も数多く設定されている。山陽新幹線で運行される小玉の多数は、博多駅から博多南線へ乗り入れ、 博多南駅まで運行される。博多南線内では列車名のない在来線の特急列車扱いとなる。児玉の名称は1958年昭和33年東京大阪間の日帰り可能な電車によるビジネス特急新設にあたって最終的には国鉄末期まで広く使われた JNR マークやアルファベットの t をモチーフとした特急エンブレムが採用されたシンボルマークとともに一般公募によって決められたものである。東海道新幹線開業に伴う東京大阪間在来線特急の廃止により在来線特急としての小玉は1964年9月30日に廃止され翌日10月1日から新幹線の列車名として使用されている。 1958年5月4日にビジネス特急の完成予想図が新聞発表され、これに合わせて愛称の募集が告知された。すでに他の列車に使用されている愛称及び将来的に使用を予定していた富士は酒という条件は付けられていた。5月20日締め切りで6月上旬発表を予定していたが応募が殺到したために発表は6月下旬に延期された。 約9万3000もの応募があり、相性名の種類は2500種類に上った。1位は5957票の、はやぶさで、平和1076票、桜692票といった他の候補と、比較しても、小玉は374票と、それほど多い得票ではなかった。最終選考で、小玉は小玉つまり山彦のことであり、1日で言って、 帰ってくることができることから決定されたものと言われる。なおこの時に仮作として以下のものが発表され、将来の特急名として採用するとされた。また、後の新幹線に採用された名前では、望みが108通、山彦が291通であった。光は、当時急行列車に使用されていたため、先行対象外。珍しい応募としては、愛妻。 日帰りできるので浮気を防げるから、薬診日本、東郷、当時の東郷新治国鉄総裁から、金田、国鉄スワローズのエースピッチャー金田翔一から度があった。2018年3月17日現在、早朝、深夜を除いて、東海道区間では、東京発着で、名古屋駅まで毎時1本、新大阪駅まで毎時1本が運転されている。 山陽区間では新大阪駅、または岡山発着で博多駅まで毎時1本程度が運転されている。車内販売は2012年3月17日のダイヤ改正で全廃された。それ以前は東京名古屋、新大阪間の当時、運転列車のみ営業していた。東海道、山陽新幹線で現在運用中の全車種が使用されている。なお、 車両の配置区所は、JR 東海所有者が、東京交番検査車両所と、大阪交番検査車両所、JR 西日本所有者が、博多総合車両所である。なお、N700 系、8両編成は、九州旅客鉄道、JR 九州熊本総合車両所所属の編成が、使用されることもある。系は両編成が、日中の東京名古屋、 新大阪間の下半の列車と早朝、深夜の区間列車の一部に使用されており、引退した300系に代わり、東海道新幹線の主力車種となっている。山陽新幹線では、岡山広島間の下り一本に使用されている。東海道新幹線区間の早朝、夜間に設定されている一部の区間列車では、平日のみ普通車全車自由席となる。 ただし13から15号車は修学旅行団体が乗車する列車で指定席となる場合がある。700系のうち、光レールスター用である8両編成、E 編成は500系と並んで、山陽新幹線における小玉の主力車種の一つとなっている。2000年3月ダイヤ改正から光レールスターとして運用を開始した当時は、前運用の形で、 広島博多間などの区間列車の一部で運用されていた。2011年3月の九州新幹線前通に伴いレールスターの一部が桜に置き換えられた影響で山陽区間において100系の運用を置き換え700系 E 編成での小玉運用が大幅に増えた。一部の列車は全席自由席で運行されている。なお二千十二年三月のダイヤ改正以前は 指定席は8号車のみとなっていた。その後、2012年3月ダイヤ改正で、指定席が5.6号車に変更され、2014年3月ダイヤ改正から、4号車も一部の列車を除き指定席となった。JR 西日本の博多総合車両所に所属する、500系8両編成、V 編成が2008年12月1日から、山陽新幹線限定で、 運用開始し、0経営運用と100経営運用の一部を置き換えている。2011年の九州新幹線全通に伴い、運用がさらに増加した。16両編成、W 編成は2007年の冬以降、通常 300KF 編成が使用される、山陽新幹線の 300K 運用に不定期で、充当されており、東海道新幹線では原則運用されない。 500系8両編成で運転される列車の8号車には、子供用の疑似運転台が設置されている。ハンドルやスイッチを設置しており、これらを操作することで、速度計や ATC 信号などが対応して、点灯するシミとなっている。2009年3月14日から、児玉指定席往復切符が、JR 西日本から発売されており、該当列車は5号車。 場合によっては4.5号車が指定席に変更される。2013年10月1日から12月18日の期間4号車と5号車について座席配置を2列2列に改める工事を順次実施。翌12月19日より5号車が指定席となり、さらに2014年3月15日のダイヤ改正からは4号車も一部の列車を除き指定席となった。 そのため、1編成あたりの定員は8両編成、V 編成過直後の608名から557名へと減少している。n 7 0 0は、東海道新幹線では2009年3月14日から、浜松駅の始発の次の列車と三島駅、到着最終、東京始発の上下各1本で定期運用を開始した。山陽新幹線では、通常三百系重等の、 小玉一往復に不定期で重当されている。2009年3月13日まで朝晩の小倉、博多間に往復、朝折り2本上り1本、夜上り1本に重当されていたが、同改正以降は n 7 0 0系以外の車両が用いられるようになり、一時的に山陽新幹線内での定期小玉運用は消滅した。2010年3月13日のダイヤ改正で、 N 編成が早朝、深夜の新下の関博多間一往復と小倉博多間一往復に再度使用されるようになった。山陽新幹線区間の一部列車は、グリーン車を除き全車自由席で、新下の関小倉博多間のみを運転する列車においては、車内でのみ、リーン券を発売している。2011年3月12日以降、桜、水保養の S 編成、 8両編成が小玉として博多岡山間で運行されている。この場合、2&2 シートの4.78号車も自由席としている。また、2012年3月17日からは、九州旅客鉄道、JR 九州所有の R 編成も博多、新種野席間の一本のみであるが使用されている。2014年3月15日ダイヤ改正から4号車は一部列車を、 覗き指定席となっている。東海道新幹線では1999年9月18日まで、山陽新幹線では2008年11月30日まで使用された。例型は1964年10月1日の東海道新幹線開業当初から運用開始。当初は12両編成で運行していたが、その後16両編成化されたものの、 再び12両か S 編成された後、東海道新幹線区間では1989年に16両編成か Y 編成された。Y 編成は指定席車となる9から12号車の4両をにプラス2の4列シートに改造して運用していた。1999年9月18日の小玉473号東京名古屋間の運行をもって、 東海道新幹線からは撤退した。山陽新幹線においては、当初は東海道新幹線と共通運用で12両編成、または16両編成で運行されたが、1985年6月に独自の6両編成、R 編成が投入され、その後は4両の短縮編成、9編成、広島伊勢限定も運用された。末期は2プラス2の4列シート、 QS と光普通席用を使用した WR 編成が用いられていた。最後まで残った3編成は2008年4月から6月にかけて原色塗装に変更され、11月30日の小玉659号、岡山博多間の運行をもって新幹線の定期運行から撤退、全車引退した。東海道小玉専用編成は、 原則的に山陽新幹線内に乗り入れないものとされたため、一部の編成には岡山伊勢の換気方式に対応しない車両が組み込まれていた。当該編成では識別のため、本来の編成番号に50を足していた。東海道新幹線では2003年8月31日まで、山陽新幹線では2012年3月14日まで使用された。 100系は JR 西日本の博多総合車両所に所属する6両編成、軽編成が山陽新幹線限定で使用されていたが2012年の春に運用から撤退すると報じられた座席はグリーン席から肘掛け内蔵テーブルやフットレストを撤去したものが転用された2列プラス2列シートである列車によっては5.6号車も 指定席となる場合や全車自由席853号の運用も存在した。かつて定期運行としては2003年8月までは16両編成、X 字編成などが東海道新幹線でも用いられていた。また2011年3月11日までは4両編成、P 編成が山陽新幹線で運用されていたが、 信号システムの関係上、新大阪駅まで乗り入れることはなく、最大でも姫路博多間で使用された。P 編成は、全車両が、ウエスト光普通車用や100系グリーン車などから、転用した2列プラス2列座であった。最後まで残った3編成は2010年6月から9月にかけて、原色塗装に変更され、 2012年3月14日の小玉766号、博多岡山間の運行をもって、新幹線の定期運行から撤退、300系とともに、全車引退した。300系は、東海道新幹線では700系登場以降、主力車種となっていたが、老朽による廃車が進み、望みから撤退した700系に置き換えられた。山陽新幹線では、 2012年3月13日まで、早朝の姫路岡山間で1本、岡山博多間で1往復に使用されていた。東海道新幹線では2012年3月12日の小玉650号、新大阪東京間、山陽新幹線では2012年3月13日の小玉727号、岡山博多間の運行をもって、新幹線の定期運行から撤退。 全社引退した。JR と一部の旅行会社では、小玉の利用に特化した旅行商品や特特特切符を通常発売額、運賃と特急料金等の合算額と比べて格安な金額にて販売している。いずれのプランとも交通手段、新幹線のみを提供する募集型企画旅行、フリープランの形態で販売されているものであり、鉄道事業者、 今回の場合は、JR との間で締結された契約に基づいて、行される乗車権類とは異なる。そのため、実際の取り扱い、旅行中、旅行中止に伴う払い戻しなどに際して、JR の乗車権類とは異なる点が存在することから、プランを企画した旅行会社では、パンフレットなどで、切符ではなく募集企画旅行であるという旨の文言を記載し、 注意を促している。いずれも山陽新幹線区間にて運行されている小玉に特化した乗車券類となっており、同線を管轄している JR 西日本が企画、発売している。片道あたりの金額が通常発売額に比して格安に設定されている一方で、対象となる列車が限定されていること、発売枚数が限定されていること、 購入後の変更ができないことなどの制約条件が付されているのが特徴である。新幹線としての小玉の遠隔を記述する。名古屋駅で当列車にちなんだ駅弁、小玉が販売されている。発売元は松浦商店。1988年、昭和63年9月5日、東京発名古屋駅の小玉485号の指定席で、 静岡県在住の男性が視察される未解決事件が発生した。詳しくは、小玉485号殺人事件を参照。上記の通り、現在は列車の案内表示に青色が用いられ、事実上種別を示す色となっているが、かつては在来線の普通列車と同じく、特に種別を示す色が定められていなかった。国鉄時代は、 反転フラップ式の発射表において、小玉は在来線の普通列車と同じく色を変えずに表現、種別表示以外の部分と同じく黒字に白文字していた。新幹線のサゴでは小玉の文字を青色に書いていた。その後採用された新幹線の方向膜では、方向膜そのものの背景が青色であったものの、あくまで種別表示部分は背景と同じ色なので、小玉の種別色として、 青色を使用していたわけではなかった。JR か以降、JR 東海所有の車両では、方向膜のデザインが改められ、行き先表示部分が白背景となり、小玉部分のみが青背景となった。しかし、同社が新たに導入した反転フラップ式の発射表では、依然として、小玉は色を変えずに黒色で表現されていた。2000年代に入ると、同社の発車表は、 フルカラー LED に改められ、この頃から徐々に小玉の種別を示す色として青色が定着していく。一方 JR 西日本区間ではしばらく国鉄時代の発射表を用い続けた。2000年代に入って二色 LED の発射表が導入され、JR 西日本所有の車両の方向幕でも二色 LED が採用された。ここでは小玉は緑色で、 表現されていた。しかし JR 西日本区間でも2010年代からフルカラー LED による発射表が導入され、青色で表現されるようになった。これ以降、東海、西日本ともに事実上青色が小玉の種別色として定着した。小玉は日本国有鉄道、国鉄で初めての電車による有料特急、阪和線には、 無料の特急電車が運行されていた。として、東海道本線で運行を開始した。それまで長距離の優等列車は、機関車が客車を牽引する、形、動力集中方式で運転する列車しかなく、騒音が大きく乗り心地の悪い電車は、長距離列車には不向きであると考えられていた。しかし、電車の性能は次第に向上し、短距離から中、 長距離の輸送へ進出しつつあった。これに空気バネ台車の採用などの乗り心地を改善する新しい技術を組み合わせて電車による初めての特急列車を運転する計画が打ち出された。機関車方式の列車では機関車の重量が大きいので大きな出力を持った機関車を製造して高速化しようとするとさらなる軌道の強化に多大な費用が必要となるため 軽量な電車方式での高速化が有利であるとされたのである。さらに機関車方式では終点の駅で反対方向に機関車を付け替える手間がかかり、ホームの長時間専用が列車を増発するネックとなっていた。市街地にある駅ではホームの増設、増線は困難で電車方式により折り返しの時間を短縮し、これにより列車の増発を実現することも目的であった。 国鉄部内の保守的な勢力の抵抗は強かったが、機関車方式と電車方式とで、所要の高速化と列車本数を実現するために必要な費用の試算がなされ、電車方式の圧倒的な優位性が確認されて、1957年昭和32年11月12日の国鉄上無理次会で電車方式による特急列車の設定が決定された。 小玉のために用意されたのは、新しくこのために開発された20系電車で、後に解消されて151系電車となった。開発当初よりの過小であるビジネス特急を広告上そのまま用いた。また、小玉で最初に使用されたため、この車両は小玉形電車と呼ばれた。編成は渦の通り、国鉄181系電車も参照。 1958年、昭和33年10月1日に、俗に、三三島と呼ばれるダイヤ改正が実施され、朝風に20景客車が投入された。本来は、小玉もこれに合わせて、運行を開始する予定であったが、新機軸の多い車両のため8月下旬に、予定されていた完成が9月にずれ込み、さらに所用の線路側の改良作業の完了は10月。 直前まかかることになった。そのままでは、要因の終熟運転の期間が取れず、湘南電車の運行開始時に故障が、相次いで、湘南電車との汚名を受けた二の舞になるとして、当時運転局総括補佐をしていた、斉藤正夫が、営業担当の焼正常務理事と談判して、運行開始を1ヶ月遅らせることになった。これにより、10月1日のダイヤ改正で、 小玉運転のためのダイヤは用意されるが、1ヶ月は運休とし、試運転のみに充当されることになった。1ヶ月に及ぶ、試運転期間に、実際に新機軸として導入された、空気バネの故障やパンタグラフの脱落事故など、数々の初期不良を経験しており、その対策に関係者が奔走することとなった。こうした対策の結果もあって、10月下旬には、 順調に運転が行われるようになり、1ヶ月の試運転はその役割を果たした。こうして11月1日から営業列車としての運転が始まった。当日は東京駅15番ホームで下りの始発列車に対して、東郷新次国鉄総裁が神戸駅で上りの始発列車に対して、石井明正常務理事がテープットを行った。運行開始当時の運行区間は、 東京大阪、神戸間を各一往復運行で最高速度は時速 110km で東京大阪間は所要6時間50分であった。これは電気機関車牽員による客車特別急行列車、つばめ、鳩が7時間30分で結んでいたのに対して40分の短縮であった。東京大阪間の停車駅は客車特急よりさらに絞り込み横浜、名古屋、 京都のみとした。横浜名古屋間 300km 超のノンストップとなるため、運転士は安倍川鉄協上で田町大垣電車区の交代をなった。なお、交代運転士は運転台直後の客席で待機し、大垣電車区の運転士は横浜駅での折り返し運用が組まれていた。名古屋伊勢は宮原電車区が担当していた。二往復の列車は第一小玉。 第二小玉と出発順に不満されることとなった。この列車相性の命名方式は、ツバメ、ハトなど、一列車一相性が慣例であった。特別急行列車では、初例であった。ただし、下り、第一小玉と、上り、第一小玉とが別々に設定されており、現在のように奇数が下り、偶数が、上りとの分け方はされていなかった。下り、第一小玉は東京七時発。 大阪13時50分に、第二小玉は、東京16時発、大阪22時50分に、神戸23時20分に、上り、第一小玉は、神戸6時30分発、大阪7時発、東京13時50分に、第二小玉は、大阪16時発、東京22時50分にであった。1959年、昭和34年9月のダイヤ改正で、 線路改良の進展に伴い、小玉の所要時間は6時間40分に短縮された。また、相変わらず満席が続き、予備車をやりくりしてた客機には10両編成に増するなどしていたが、後述するツバメ、ハトの電車化に伴う、増備車両の内ち葬に落成した車両を利用して、この年の12月13日から、小玉が12両編成化された。 運行開始後の集計では乗車率は平均87%を記録した。前後の休行、準急列車の乗車が減少していたわけではなかったので、良好なサービスを提供したことによる新規の需要拡大であると判断された。座席指定券は発売開始と同時に売り切れてしまう状態が続き、当初予定していたビジネス客が休養で乗ることができないということから、 当日発売席を用意するなど、営業側が対応に追われることになった。小玉運行開始にあたって、線路の改良と車両の準備に投じた9億円の資本は運行開始1年で回収された。小玉運行開始後も、ツバメ・ハトは引き続き電気機関車牽員の客車列車として運転されていたが、使用している車両の老朽化は激しく、置き換えが行われることになった。 小玉の人気と実績により、すでに電車による優等列車運転に疑問を唱える者はいなくなり、この置き換えでは小玉と同一編成に統一して、電車列車することになった。鳩は、ツバメに統合されることになり、1960年、昭和35年6月1日のダイヤ改正から、上下とも、第一小玉、第一ツバメ、第二小玉、第二ツバメの順で運転出ることになった。 13億円の投資を行って、線路改良をさらに行い、停車駅を2駅増やしつつ、さらに10分の時間短縮を行って、東京大阪間を6時間30分とした。つばめの電車化により、従来の客車列車に存在した展望車や、食堂車の代替が望まれた。従来の、小玉にはビュフェのみの連結であったが、この改正に合わせて、 食堂車差し百五十一型が製造され連結された。展望車の代替としては、二メートル一メートルの大窓を備えた区分室や、通路の両側に一列のみの座席の配置された、開放室など、一両の定員が十八名という、豪華な黒五十一系、パーラーカーが用いれた。またダイヤ改正の二ヶ月後の八月から、ビュッフェに電話室が設置されて、日本電信電話、公社 後の NTT グループと接続した列車電話のサービスが開始された。電話をかけられる地域は東京、名古屋、大阪限定であったが上下4往復の列車のためだけに東海道沿線14カ所に基地局を設置して 400MHz 帯の UHF 無線通信でつなぐシステムが用意された。パーラーカーではパーサーが電話機を持参して 自分の席で電話をかけられるサービスもあった。ダイヤ改正前日の5月31日には、田町電車区で編成の入れ替え作業が行われた。それまで3編成であったのが6編成に増強されるとともに、食堂車やパーラーカーの組み込みがあり、加えて制御回路の接続の関係から車両の方向転換などもあり、事前によく計画を立てて行われた。 5月31日の下りの第2小玉は事前に準備してあった新しい編成で運転が行われ、別途改装した新しい編成とともに6月1日の大阪発の列車をまかなった。また5月31日の午後の列車で上京してきた車両は田町電車区に改装されて深夜に編成の入れ替え作業が行われ、翌朝の東京発の列車から 新しい編成で運転された。小玉に使用していた151軽電車は予備車が少なく、その故障時には急行軽車両の153軽電車による代替運行も行われたことがあった。153軽電車は接客設備では151軽電車にはるかに劣るものの、速度性能は特急に使用されても問題ないものであった。五十三軽電車では、 座席が特急用車両の水準に満たなかったのみならず、三等車は愚かに当車にすら冷房も搭載されていなかったが、この当時は冷房のない及び座席が特急用車両の水準に満たない車両でも特急料金を割り引く規定が存在していなかったため、通常の特急料金のままであった。運転開始当時は、非冷房の客車を使用した特急列車が初狩りの三等車などの一部にあり、 座席が特急用車両の水準に満たない車両を使用した特急列車も亀の三等車など一部に設定されていたことも要因であった。しかし1961年10月1日の規定の改定で冷房がない場合及び座席が特急用車両の水準に満たない場合の割引制度が制定されため、同日以降153系電車で運行する際は、 特急料金の半額を返金するようにした。利用者からは、この代替列車は、小玉をもじって、替え玉、替え玉と呼ばれた。ツバメの電車かごも151系電車の故障時の、予備車不足は、まだ生じ、替え玉や、157系電車、日光型電車の代替仕様、新替え玉もあった。こうして故障は、当時のマスメディアにも取り上げられ、 対策として抵抗期の容量増大や主電動機の密封化などの改良が行われて故障も減少するに至った。替え玉については第一富士脱線事故も参照のこと。1961年昭和36年10月1日の三六島と称されるダイヤ改正により、小玉は二往復とも大阪発着となった。 小玉と同じ形式の電車を利用した特急が大幅に増発され、東海道本線を行き交うになった。さらに1962年、昭和37年6月1日のダイヤ改正では、広島へ同じ151系による、つばめや、派生形式161系による特急、時が上の新潟間に設定されるようになった。東海道新幹線開業に伴う東京。 大阪間在来線特急の廃止により、在来線特急としての小玉は1964年、昭和39年9月30日の運行をもって廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。